はい、こんにちは、池田です。今日はですね、自転車をいじる時の工具についてのお話です。最初に自転車をいじろうとした時にですね、やっぱり必要になってくる工具っていうのがあります。それが何かというと、これですね、六角レンチ。これは必ずと言っていいほど自転車いじる時に必要になってくるんですね。これで、なぜかと言いますと、自転車って構成されているパーツがほぼほぼこいつなんですよ。こいつ、まあ中には星型のトルクスレンチ、トルクレンチとか、特殊な工具だったり、まあスポークを貼るニップル回しだったり、8ミリのナットだったりするんですけども、一番多いのはこれなんですね。これ六角レンチで、特にですね、この4ミリ5ミリのこの2つ、これはですね、もう非常に使うと。でより太くなってきたりすると、またこうクランク周りとかですね、6ミリのやつ使ったりするんですけど、まあ出番が多いのはこの2つですね。で、今日はこのレンチ、基本工具レンチについてのお話です。持ってますか、これレンチ。ですね、僕どんなメーカー持ってます？僕はですね、この宝山が結構気に入ってます。いろいろ使って、一番最初に買った工具が宝山のこの六角レンチやったんですけど、使って使い回ってまた帰ってきてるっていう感じですね。なんでこのセットですね、実は3セット目4セット目ぐらいかな。で、まあこいつはですね、ここ1本なくなったんで新しいのを入れてるんですけど、別メーカーのやつですね。これが結構おすすめです。で、この六角レンチの違いなんですけども、レンチにもですね、いろいろあります。結構マニアックな話になっていくんですけど、例えば、PB、スナッポン、ユニオール、トピーク、いろいろですね、KTC、いろんなレンチがあるんですけども、それぞれ特徴がありまして、例えばですね、むちゃむちゃ精度がいいものがあるんですよ。ネジ穴にピシャッとあって、回すとかですね、だからもうガタが全然ないですね。ネジにこうガシャンと入れた段階で一切ガタがないっていう、すごい精度を持った六角レンチがあったりで、逆にですね、もうガバガバ入れたらもうガタしかない、回したらよれる、ネジ穴が潰れるみたいなガタガタの六角レンチも実は、あったり、するんですね。で、他にもですね、例えば飛行機とか、もう本当にこう繊細なものに使われてる六角レンチって、相手のネジを傷つけないために、こいつ自体がですね、柔らかいように先端がなってて、変に力がかかるとですね、この六角レンチの先がグリグリグリって舐めるようにできてるとかですねすごいのがあるんですよ、本当に。で、そんな中でいろいろ使って、最初本当にもう自分で自宅で自分もう本当に趣味としていろいろいじってってなってきたら、平均的に考えたら、この辺りいいんじゃないかなと思ってですね、宝山です。これ本当のそこ精度バシッと出して自転車くぶってなったら、もうちょっと他にも選択肢があるんですけど、自分でこういじったり、たまにはこうママチャリの修理、知り合いのものをしてあげたり、するんだったら、この宝山がなかなかいいんじゃないかなと、思ってます。はい。で、最初ですね、六角レンチ買うときに、この L 字型のタイプ以外にも結構あるんですよね。例えばこれ携帯工具、これにも実は六角レンチついてますね。1ミリぐらいのちっちゃいものから6ミリ8ミリぐらいもの、でっかいものがついてるんですけど、あとはレンチですね、ラチェットレンチ、ラチェットのようにこうガチャ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 っと、やるやつあるんですけど、やっぱり基本はこの形ですね。
で、携帯するなら、こう、ちっちゃいものがいいんですけど、自宅でいじるとなったら、携帯じゃないので、まあまあ、一番基本形のこの L 字型のもの。で、反対側がこのボールレンチっていう、こう、丸くなってるやつがあるんですね。丸くやってるやつ。これ結構、おすすめです。はい。で、本当は、こう、クランクを回したりですね、クランクっていうあの、軸ですね。軸を止めてるネジになってきたら、これよりもっと大きいタイプの、レンチがいります。例えば8ミリ、10ミリ、12ミリとかですね。結構大きなものがいるんですけども、まあ、そんなに、本当のこう一般的なやつだったら、まあまあ、これぐらいあれば、ほぼほぼいじれるかなと思います。で、大きいやつって、まあ、どうしてもこれで無理な時、大きいものが出てきたら、またこう別途でですね、買ってあげたりするといいんじゃないかなと思います。はい、この六角レンチの今日はお話なんですけども、実際にですね、どんなところに何ミリが使われているのかっていうのを、このままですね見てみようと思います。ではですね、この自転車、最近組んでる自転車をですねちょっと見てみようと思います。はい、これ六角レンチですね。六角レンチで、ハンドル周りからいくと、実はですね、この中、どんなところに使われているかというと、これですね、ブレーキの固定、この中にネジがちらっと見えるんですけど、これ5ミリの六角レンチ。で、このシフトレバーですね、こっちが、3ミリか。で、この本体を止めているのは5ミリの六角レンチで、緩めることができると。これ5ミリですね。5ミリの六角レンチのステム。この固定もそうです。で、こういうところも5ミリ。これも5ミリ。ではもうほとんどこの辺り5ミリですね。で、下に行って、ダイナモライトを止めてる、こいつ、5ミリ。これなんだ。これは10ミリのナットと10ミリのボルトですね。で、下行って、このブレーキですね。ブレーキの調節ネジ、ヘイズのブレーキを5ミリで調節できます。こっち。ブレーキ台座本体についているこのネジも、このネジも、このネジも、ワイヤーを止めているこのネジも全部5ミリですね。で、ボトルゲージ。これ4ミリのネジがこうついていけてると。んでから、サドルの、サドル本体のこれ、止めてるこのネジ5ミリ、このネジ5ミリで、もう本当に5ミリばっかりやな。で、変速機のワイヤーの受け5ミリ、変速機自体止めてるネジ5ミリ、後ろのブレーキも5ミリでしょ。で、クランクのチェーンリングのネジ5ミリ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 、ペダル、これだけちょっと太いですね。これ8ミリですね、 XTR のペダル。で、クランク、杉野のクランクにつけてるブラスに、ブラスキャップの中央にある、これ、8ミリですね。なんで、まあ、ほぼほぼ、戻ってきまして、ほぼほぼですね、5ミリなんですよね、僕の。自転車5ミリです。だから、これで、結構もう7割ぐらいは調節できちゃうと。今の段階ですね。4ミリで、ボトルゲージだったり、ぐらいか。調節すると。それぐらいでもいけちゃいますね。で、一部、クランクとか、でっかいところになると、こういう太いのが、8ミリがあった方がいいかなと思うんですけど、まあまあ、そこが緩まない限り、手先でやらない限り、このセットがあれば、まあまあ、ほぼほぼいけちゃうと。で、自転車のパーツを変えた時も、まあ、4ミリ、5ミリで、いけるところが多いので、宝山の、六角ですね、レンチがあれば結構いじれちゃうという感じです。で、ブレーキのローターの部分とか、はトルク、この星型ですね、こういうこの携帯工具についてるんですけど、こんな星型のネジですねになるんですけども、これはですねまた別途で用意すればいいかなというところ
です。はい、で、自転車をこういうのがですね、分かってくると、自転車についてるネジに合わせてカスタムするみたいなのもちょっと考えたりするんですよね。例えば5ミリだけで組まれる自転車とかですね、4ミリはつかないとか、逆に4ミリだけでなんとか組み上げられないかなと、ネジの種類変えたりなんとかできないかなとかですね、なるべくこう持っていく工具を少なくするっていうのも含めて、こういうところから考え始めてもよりこうミニマムな装備で出かけるときにはいいかもしれないです。ネジにちょっと着目してみると、だからさっきクランクのネジも8ミリ使ってたんですけど、あれも別でなんかいいサイズで用意できれば、もっとこう使用する自分の自転車に使用する工具は少なくできるんで、よりですねこのセットで楽しめるというようなこともできちゃうと、はい、ということです。ですね、ということで工具ですね、今日はもう普段使ってるこの六角レンチについてちょっと、ピックアップしてですね、お話ししました。自分でこういじったりするときに絶対にこう役立つ工具の一つ、六角レンチですね。ぜひぜひ使ってみてください。あ、そう、ちなみにですね、あのこの宝山はどんな特徴があるかというと、これ僕のあくまでこの僕の感想なんですけど、平均的、ど平均って感じですね。超平均的だからですね、もう抜群に精度が良くて、ネジがもうズバッと入るっていうのでもなく、いい感じのこう隙間があるで、そんなに硬すぎるわけでもなく、ネジを痛めるわけでもなく、本当にですね、あ、そう、重要なこと忘れました。六角レンジってその精度がですね、どん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 高くなっていくと使えない自転車が出てくるんですよ。使えない自転車が、ネジの精度がバシッて出てればいいんですけど、要するにこいつがネジ、こいつの精度がすごい精度が出てて、これに合うぐらい精度が出たネジだったらいいんですけど、逆に合わない、精度が出てないネジだったらこいつ入らないんですよね。同じ6ミリでもガッチガチで入らないとか、入れたらネジ潰れるとか、いうのが実はあるんですよ。交差をこうなるべくこう少なくして精度が良くしていったら、そういうことが起こるんで、ママチャリとかですねのネジとか、回せないとか、もうそもそも工具が入らないみたいなことも実は起こってきたりしますので、いろんな自転車を自宅で、自分でいじるってなってきた時に、あまりこう高い精度を持つ、六角レンチはおすすめしないです。これぐらいもう本当に平均的な、精度でもしっかり長持ちするよと、いうような工具を一つ持ってれば自分でいじる楽しさもあるかなと、思います。はい、ということで今回はですね、この六角レンチについて、お話ししてみました。自転車いじりには絶対にこう欠かせない工具の一つですので、まだ持ってない人は、ぜひ使ってみて見てください。手に入れてみてください。これ1本あれば結構自由にですね、ハンドル変えたりサドル変えたり、できると思いますので、ぜひ。で、もう持ってるっていう方はですね、精度が高いレンチっていうのも一回試してみると面白いと思います。あとはこの L 字のここが短くなったやつとかですね、実は同じ六角レンチでも本当にいろんな、ものが出てて、短くなって細いところにですね、狭いところにこう手が出しやすいものとか、あとはですね、カチッとはめたらネジ取れないとかですね、落ちないようになってるものとかですね、いろいろありますので、ぜひ、もう持ってるわ、そんなこと知っとるわと言わず、六角レンチのこの深い沼ハマってみても面白いと思います。では、今日は六角レンチの、お話でした。どうもご視聴ありがとうございました。